Ooh, I like the name of this episode. Same, same. Change your desires rather than the order of the world. Bitch. All right. Classroom of the Elite Season 3. Episode 12. Is this the last? Guess we'll find out. A changer mes désirs que l'ordre du monde. Discourse on the method, René Descartes. Based. 卒業生代表 A クラス堀北学くん。南雲の横やりがあったにもかかわらず A クラスを維持したか。やりがいのある3年間にしようと誓ったことを、そして残念ながらここにはいないかつての仲間たちを果敢な挑戦。 Yeah, who died? 決して無駄なものではなく、来年そして2年後ここで答辞を述べる人にもきっと理解できる瞬間が訪れるでしょう。卒業生代表堀北学。Yeah, they're really trying to drop the hint that she's gonna be the representative. I know, huh? Just like her brother. Oh, really? As a result of losing that? Damn. クラスポイントの増減では一番ポイントを増やした。そんなに褒められると逆に怖えな。今日はこれから謝恩会だが、授業がないと言っても学校の一日に変わりはないことを忘れるな。最終試験は苦戦したみたいね。龍炎君の作戦にまんまとやられたって感じ。 Right, he must have won so as to get back to class. 結果は B クラスの完敗。急な体調不良を訴える生徒が多かったと聞いたわ。間違いなく龍炎君の罠だった。でも一番の敗因は最後まで気持ちを立て直せなかった司令塔の私。 Lottery? Oh, it's right. It's a good look from Liu and... Oh no! Albert! Oh. He's gonna school everyone in judo. Liu and's like...Ichi knows. Did she just fail to make a selection? I guess so. Yikes. ダメ元で学校側に訴えるべきじゃないかしら。もしこれが2年や3年の大事な時に起こったなら、どれだけ窮地に追い込まれていたかわからない。率直に言って。来年度からは協力関係を解消させてもらいたいの。多分そう提案が来るんじゃないかなって思った。Reset everything? Okay. でもうまく関係を維持することはできるんじゃないかな。例えばクラスポイントの差がもっと詰まった時に、またいいえ。私は来年度 <Whoa. S 1> B クラス以上になることを確実な目標にするわ。Yeah. A クラスを抜き去るためにI don't know. You can say that you want to dissolve it, Horikita, but Ayano Koji has her. Yeah. Oh, bro's just sipping. Like he ain't the problem. あなたが兄さんと会うのは自由よ。月城理事長代理を止められるとは思えない。相手の戦略に合わせて動けば、結果的に学校全体に騒動が広がるかもしれません。それなら、真島先生が適任だろう。階段のセッティングは僕に任せてくれ。ありがとうございます。君は普通の生活を夢見てこの学校に来てくれたけど、卒業後のことは考えているのかな？卒業後元の場所に戻り、そこで指導者としての道を進むことになるでしょう。坂柳理事長からの通達に加え、謝恩会直前の密会、よほどのことなんだろうな。お前も思い切ったことをしたものだ。坂柳理事長の謹慎と最終特別試験の勝敗が全て月城理事長代理により仕組まれたものだとしたら、
まだ完全に信じきったわけじゃないが、もし事実なら見過ごすことはできない。Tampering with the test. しかし、真島先生は最終特別試験のルール違反で今朝減給を言い渡されたばかりでしょう。ルール違反で減給？ B クラスと D クラスの柔道対決。D クラスの選抜生徒は山田アルベルトだった。なるほど。そのまま対戦していたら大きな事故につながったでしょうね。教師の裁量は許さないということか。生徒にとって危険と判断すれば止める。真島先生が首を縦に振ったのなら私も協力しよう。私もひとまずは綾小路君の味方につくつもりです。もちろん理事長代理を排除するまでの間だけですが、 A クラスにとって邪魔となる場合にはいつでも容赦なく叩き潰します。そうか。こっちは後でバラバラに退出する。 So covert。 月城理事長代理を排除してそれで終わることなのか。その後次の資格が送り込まれない保証はないだろう。そうなれば綾小路個人の問題から飛び火し学年全体、場合によっては学校全体に悪影響を及ぼす。泥沼の展開か。言ってくればいい。妹としての特権を使ってこい。ちょっと。Oh, dang. Go! 今私が兄さんの元に駆け寄るのはとても不自然。いえ、弱気になってるわけじゃない。兄さんが過ごした3年間を見てみようと思ったから、もうやるべきことは済んだもの。あなたは？俺はもう少しここに残る。鈴音は帰ったようだな。ひとまずあんたの3年間を目に焼き付けていった、うん、俺は31日に学校を去る。鈴音にその日の正午を正門で待つと伝えてくれ。お前からうまく伝えてほしい。あいつは素直になれない可能性があるからな。It's a weird change of pace for everything to be so relaxed for this show. 今日は兄さんが学校にいる最後の日。今の私は兄さんだけを追いかけ続けていた。私が本当に兄さんに見てもらいたかったものは。ありがとう、偽物。そして紛れもない。あいにくと妹はまだだ。そうか。お前はどうして自らの才能を隠すように過ごしている？単純に目立つのが好きじゃないからだろうな。お前がこのまま水面下で学校生活を送ることは本当に有意義なことなのか？お前も何かを残すためにこの学校に来たんじゃないのか？それはあんたのような眩しい人間にしかできないことだ。もし学校に対して何も残すことができないのなら生徒たちに残せばいい。綾小路清隆という生徒がいたという記憶を刻まれた生徒たちは生涯忘れることはないだろう。失望させてくれるな。Yeah, listen, bro. Ayano Koji has already done that. Left a mark on the students. A select few students in key positions. Interesting little talk here. She did show up. Oh, the hair cutting. We should have seen it, bro, with the scissors. あの頃のお前に戻れたんだな、鈴音。Like, straight to the bottom tier. いいえ、
何年もかかってしまいました。This is as bad as when Senjo Gohara cut her hair. Bakemonogatari. Rip Horikita. 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 Rip昔、長い髪が好きだと言ったのは嘘だ。短い髪型を好んでいたお前が真に受けるかどうか確かめるために嘘をついてしまった。許せ。許します。成長したお前を見せてもらう。はい、精一杯。最後の最後まで戦い抜いてきます。また会おう。はい。Wow. After credit and then? Oh, nothing. Not, this season's not nearly as strong as the past seasons, dude. Yeah, it's been, there's one more episode. There's one more? Okay. There it is. Good to know. So crazy. See what CYW has to say. If you enjoyed the video, make sure to hit the like button. Subscribe. Discussion videos. Check out this video right here.